ということで盛岡駅到着です。今回はこの盛岡を一泊二日でゆっくり旅していきたいと思いますので、今回もよろしくお願いします。それではまずはジャージャー麺食べに行きたいと思います。1890年からこの盛岡にある海運橋です。この海運橋は3代目ということみたいです。この海運橋は別名二度泣き橋とも言われているそうで、一度目はこの盛岡に転勤を命じられた人がこの海運橋を渡る際に遠く離れた地へ来てしまったということで涙を流し、そしてまた改めて転勤等を命じられ故郷へ戻る際にこの盛岡が離れがたくまた涙を流したということで二度泣き橋とも言われているそうです。おそらく周りの景色は違えど、この雄大な北上川は変わっていなかったはずです。非常に大きな商業施設であります川徳、この中に入っているそうなので行ってみましょう。ジャージャー麺のパイロンさん入ってみましょう。盛岡駅内にもありますがベラボーに来れたのでこちらへ。ちょっと仕事の連絡が来ちゃったんですが、ありがたいことに目の前にスタバがありましたので入って作業します。俺の右手は南部鉄器だ、鉄神ガンライザーかな、こういうご当地キャラがいるんですね。小腹が空いたのである場所に向かいます。どのグルメサイトでも評価の高かった福田パンさん、コッペパンが美味しいとのことでちょっと楽しみにしたんですが残念ながら完売です。宮沢賢治ゆかりのエリアである材木町です。ここには宮沢賢治ゆかりのモニュメントが多数設置してあります。こちらは星座、宮沢賢治は様々な歌を作ったことでも知られています。宮沢賢治の注文の多い料理店を発刊した出版社である光源社です。ちなみに光源社という社名は宮沢賢治本人自らが付けたそうです。ひとたび通路を通ると非常にクラシックな光景が広がります。石川啄木が妻と新婚生活を始めた家として知られています。啄木新婚の家です。盛岡唯一の武家屋敷として今も残っているそうです。あ、残念、3月は午後4時までだそうです。もう4時過ぎちゃってますね。新婚生活の描写は我が四畳半という随筆に描かれているそうです。ということで日もすっかり暮れたので夕ご飯食べに行きたいと思います。ということで盛岡駅に併設されている富山の地下1階に行きたいと思います。
このエスカレーター一直線じゃなくてここで一瞬平行になるのなんでだろう。到着しました、村八さんとんかつのお店です。入ってみましょう。味噌汁は海苔なんですよ、これ海苔。夜の開運橋はすごく綺麗にライトアップされてます。緑色ですね。それでは明日に備えて寝たいと思います。おやすみなさい。ほい、おお、おお、今日いい天気ですね。よかったよかった。それでは朝ごはんを見てみます。福田のコッペパンになります。昨日ちょっとこの福田のコッペパンをおやつに買いに行こうとしたらもう完売売り切れで、ちょっとお店が閉まってたんですけど、ホテルの道中にですねファミリーマートがありまして、そこで福田のコッペパンを置いてますということで一つ買ってみました。まあ、買ってみたというよりこの福田のコッペパンはなんか人気らしくて、そのファミリーマートの棚のところですね、これしか残ってなかったです。もうこれだけ他なかったです。ちょっとね僕も食べるの初めてなんで、ちょっとこれいただきたいと思います。このポンチまさしくなんか給食にちょっと出てきそうなコッペパンですね。うん、中にしっかりチョコレートが入ったのがお分かりいただけることになります。うん、これは美味しい。一応ちょっとお店にも入れてないんでサイトを見ただけですけど、一番人気はあんバターらしいです。うん、チョコレートもねかなり美味しい。これファミマですからね、もしかしたら本店で食べるともうちょっと味が違ったりとか美味しいのかもしれない。まずはちょっとお昼ご飯の予約券を取りに行きたいと思います。わんこそばの東屋本店さん、入ってみましょう。ということでお店の中に入りまして整理券を受け取りました。これねバーコードリーダーをかざすと、あと何組っていうのが分かります。ちなみに今まだ60組以上待つそうなので、ちょっとブラブラ観光したいと思います。盛岡八幡宮到着です。1680年第29代南部重信によって建立されたそうです。災害等で何度も再建を繰り返していたらしく、この社殿は1997年に建てられたものだそうです。盛岡八幡宮からの景色はとても綺麗です。盛岡拓木賢治青春館です。明治時代に建築され、ご覧のように国指定の重要文化財にもなっています。その名の通り石川拓木と宮沢賢治の青春時代の姿を紹介している建物だそうです。
残念ながら本日は火曜日閉館中です。明治44年1911年に盛岡銀行本店として作られた岩手銀行赤レンガ館です。あそこに岩手銀行と彫られているのがお分かりいただけるかと思います。ルネサンス風の建物としても知られ、設計者は東京駅の建築でも有名な辰野金吾氏だそうです。確かにこの赤レンガを使った感じは東京駅にそっくりです。ということは東京駅もルネサンス風なんですかね。岩手銀行赤レンガ館は10時から17時まで、休館日は火曜日なのでこちらも見れず。2012年までは本当の銀行として使われていたようです。岩手銀行中野橋支店、支店として使われてたんですかね。岩手銀行赤レンガ館の隣には今現在の岩手銀行中野橋支店があります。これが赤レンガ館ですね。本当に真横に作ったんですね。大正時代の消防豚床を活用してリニューアルされている今夜長番屋です。この上のところが非常に可愛らしい作りになっています。昔はあそこから街を眺めてたんですかね。めちゃくちゃ趣深い建物である岩手県公会堂です。なんか東大にある安田講堂に似てますね。第19代内閣総理大臣である原敬を称えた銅像です。そう、原敬といえば歴史の授業で原敬暗殺事件として学んだ方も多いのではないでしょうか。1921年、大正10年そう、今の東京駅で暗殺されたことでも知られています。ちなみに岩手県公会堂は NHK の朝の連続テレビ小説どんと晴れのロケ地としても使われたそうです。岩手県の行政の中心地、岩手県庁です。大谷翔平 MVP2023 ホームラン王祝いと出てますね。そう、大谷翔平は花巻東高校出身、もう岩手県の大スターです。盛岡地方裁判所の中庭にある石割桜です。品種は江戸彼岸桜というものだそうで、現在の推定樹齢は360年だそうです。この石割桜の名前の由来ですが、もともとはここにね大きな石があったそうですが、この石が落雷によって割れ目ができて、その岩の割れ目に桜の種子が入り成長したという伝承があるそうです。1923年に国の天然記念物第1号に指定されまして、桜の見頃は4月中旬頃だそうです。昭和28年頃まで使用されていた時金奥州路岩手郡盛岡県城北高床です。盛岡に住む人々に時を知らせるために使われてたそうです。今は特に使えないのかな。盛岡の歴史を伝承する役割を持つ盛岡歴史文化館がありました。岩手城跡のすぐそばにあるのが桜山神社です。桜山神社の上にあるのが烏帽子岩。この盛岡城を築城するときに出てきた大石らしく、吉兆のシンボルとして広く信仰されたそうです。桜山神社の裏手にあるのが盛岡城跡公園です。盛岡城跡、石垣めちゃくちゃ高いですね。盛岡城の一番上まで来ました。おお、めちゃくちゃ綺麗だ。日本百名城の一つとしても知られていますが、明治維新の際に取り壊されてしまったそうです。整理券を受け取ってから2時間半ようやく電話が来ました。さあ、わんこそば食べに行こう。まずは予約しました。お団子しっかり持ってください。はい、はい、どうぞ。
いやー、一気に来るんですね、ワンコそばって。大体平均ぐらいみたいです、60杯。まあ、妥当でしょう。盛岡駅まで続く盛岡商店街です。こう、青果店や、こうね、カフェなんかもあります。結構充実している場所ですね。盛岡駅の連絡通路の抜けるとあるのが、こちらマリオスです。ここの最上階が展望室になっているそうなので行ってみましょう。この手前のモニュメントは何でしょう。マリオス展望室、こちらが岩手山方面の景色です。ちょうどね、岩手山がお分かりいただけますでしょうか。雲で隠れちゃってます。晴れてたらね、綺麗に映ると思うんですけど、残念ながら曇天です。晴れてたらこんな感じで綺麗に映るそうです。この盛岡駅から東北新幹線と秋田新幹線が分岐していきます。ちょうどですね、ここですね、ここで東北新幹線と秋田新幹線にこう分かれていくのがお分かりいただけるかと思います。盛岡駅から南側の風景です。こちらも山々に囲まれているのがよくわかります。お、今ちょうどはやぶさかな。おお、はやぶさ出発。おお、小町と連結しておる。ちょうど反対側からも新幹線が来ました。ということで夜になりました。最後はこちら桃鳥駅前食堂さんで桃鳥をいただきたいと思います。それじゃあ行きましょう。山かわいい。あ、あの、盛岡市。そうそうそう。あれ
ということで、最後は美味しい桃鶏定食をいただきまして、盛岡編終了です。今回どちらかというと、食べた麺類よりとんかつや空いた桃鶏の方が美味しかった気がします。この辺は好みの問題ですね。ということで、この動画はこちらで以上となります。また次の場所に移動したいと思いますので、よろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。